小エビ草とはメキシコ原産の狐の孫科の植物。日本では道端の雑草としてごく普通な狐の孫と同族である。名前の由来は花のつく穂がつとに覆われていて、その形が小エビの尻尾に似ていることによる。花はそのつとの間から顔を出す。別名のベロペロネは旧分類時代の俗名からで語源はキリシャ神話に登場する。 ベロスの矢とペロネの帯が由来であり、本種のおしべの形が矢のような形に見えることから、下記は春引く晩秋。繁殖は未消も可能だが主に挿し木で行う。強風に煽られるなどして、横倒しになった枝をそのまま放置しておくと、枝が地面に接している部分から発根し取り木を行った時のような状態になってしまうほどなので茎伏せや取り木も容易である。本来は、 常緑低木だが、体寒性が低いため本州で路地上にすると冬には枯れ落ちてしまう。ただし、出根状態になっている場合もあり翌年新芽が芽吹くことも、また再生しない場合も、未生で1年目から花が咲くので1年草のように楽しむことも可能。木であるにもかかわらず、和妙に木ではなく草が生えるのは、 このような生態がまるで宿根草や一年草のように見えることと一年で地上部が枯れる場合、地上部は常に一年目の枝のみとなるが一年目の幹は表皮が緑色で草のようにも見えることから。団地では本来の上緑低木としてでの冬越しも可能でありこの場合は樹高2メートルほどまで成長する。一年で枯れる土地の場合、 未承内のみだと受講は60センチメートル程度、出根状態になる場合でも1メートルほどにに、しかならず冬に地上部はすべて枯れ落ちる。ありがとうございます。